私、脱出ゲームに参加する。危ないよ、聖子。さっきの赤い髪の人がどうなったか見たでしょ？うん。でもこのまま手をこまねいてても、このままじゃきっともっとひどいことになるから。ナオミだってなんとなくわかってるんでしょ？私たち、このままじゃ大変なことになるって。うん。はっきりとは思い出せないけど、私たち、ここで何度もひどい目に遭ってる。だから、ここは私にお任せ。でも、聖子。どうしたの、ナオミ？聖子が首をつってる場面が。うん。ごめん、聖子。気のせいだよね。気のせいじゃないと思う。多分私、ここでそうやって死んだんだよね。だったら。だからこそだよ、ナオミ。私、その運命を乗り越えてゴールしてみせるよ。それって、私のため？うん。私とナオミは、親友だから。そう。親友。ナオミにとって私は親友。私にとってはもっと、大事な存在だけど。親友だから！私、ナオミと一緒にここから出たいの。聖子。ま、ナオミは持田くんとの方がいいかもしれませんが。聖子？それは冗談として。そういうわけで、篠原聖子、脱出ゲームに出動します！聖子、ちょっと待って。止めないで、ナオミ。うん、もう止めない。でも、ちょっと待って。ああ！ナオミ、いきなり抱きしめるなんて、みんなも見てるよ！茶化さないでよ。私にできる精一杯の激励なんだから。ごめん。そして、ありがとね。ナオミ。聖子、私、もう止めない。でも、絶対無事にゴールしてね。約束だよ。体が軽い。こんな幸せな気持ちで走るなんて初めてかも。もう何も怖くない。ナオミのためにも頑張らなくちゃ。私、一人ぼっちじゃないんだから。それはどうかな。お前はピエロかもしれないぞ。ピエロ、ピエロ、ピエロ。あ、廊下に穴が開いてて先に進めないみたいだけど、コース間違えたかな。そこのドアが開いてる。無数のパントナ？なるほど、廊下を走って各教室の障害をクリアしていくってことか。でも、せっかくのところ悪いけど、一気に決めさせてもらうよ。
類競争？ナオミは気づいたみたいね。でも聖子にはもう聞こえないよ。向こうへの音声切っちゃったからね。わあ、幸子ちゃんったら残酷。聖子ダメ。はっ、ほえおいわひわひとどめよ。ペロフィナーレ。聖子、パンが襲ってくるとは。ここはパンの惑星？なんでふざけてる場合じゃないか。確かに聞こえたよ、ナオミの声。ナオミが私を心配する声聞こえたよ。ナオミが私を助けてくれたんだよ。え？嘘。とろり、来たー来たーぼろり、ぼろり、ぼろり、ぼろり。聖子無理にでも止めるんだった。分かってたんだから。ごめんね聖子、私が自分を信じきれなかったから。中島さん、あなたのせいじゃないわ。いいえ、私のせいなんです。聖子が助からないのは私知ってたんです。全部私のせい。聖子、ごめん、ごめんね。中島さん、いいえ、あなたのせいじゃないわ。教師である私がもっと用心してみんなを守ってあげられなかったから。あ、幸子ファクトを解除するの忘れてた。それじゃあ聖子は絶対死んじゃうよね。あらあら、幸子ちゃんったらうっかりさ。うっかりさんで済むレベルじゃないでしょ。パン食い競争の次は普通の廊下ってわけないよな。なんだよこの長い木の板、なんかの漫画でこんなの見たぞ。それにしてもなんて高さだよ。暗くて下よく見えねえし、これは落ちたら死ぬかもな。もしかして他にも見えないトラップが仕掛けてあるとか。何してるの黒崎。何って、こんな場所をいかにもトラップが仕掛けてありそうだし、よく見てから渡らないと危ないだろ。それで何か分かったの。
それがさっぱり。だったら考えるだけ無駄じゃない？それはそうかな。ほらさっさと行くわよ。美月さん？細いけど思ったより頑丈みたい。大丈夫、焦らなければ十分渡れるよ。今は大丈夫でも先に行くほど細くなってるから危ないって。え？暗くてよく見えないけど、なんで知ってるの？某漫画ではそうなってたんだよ。だとしても渡るしかないでしょ。だな、お前が続かないのなら次は俺が行かせてもらう。用心するに越したことはないが、心配のしすぎもどうかと思うぞ。ああ、それからお前が渡るときは少し距離を空けてくれよ。まとめて落ちるより一人でも多く生き残れるようにしたい。分かってるっての。とは言ったものの、やっぱり嫌な予感しかしない。黒崎は幸子が何かするかもって疑ってるの？そりゃそうだよ。こんな状況じゃ誰だって疑うさ。でもここに対しては幸子は何もしないよ。え？マジで？うん。信じる信じないは黒崎次第だけど、信じた方がいいと思うな。幸子ちゃんには約束を守らないといけない理由なんてないものね。そうだよ、黒崎なんかプチッとやっちゃってもいいんだから。そうだな、確かに疑っても意味ないよな。それに美月さんも言ってたけど、考えてもわからないなら進むしかないよな。どど確かに細いけど渡れないってほどじゃないな。靴の真ん中を意識してすり足と、これなら渡れそうだな。おい！あの、もしかしてそのハンマーは。ちょっと待て！落ちるっての！何もしないって言ったじゃないか！うん、言ったよ。サチコは何もしないって。でもデクノボーが何もしないとは言ってないでしょ。小学生かよ！って、本当に小学生だったっけ？つか、落ちるって！このハンマー、ただ叩いてるだけじゃない。一回打つたびに確実に揺れが大きくなってる。黒崎、強振だ。キータの固有振動数に合わせて強打することで、衝突で伝わるエネルギーがさらなる振動を生んでるんだ。このままじゃいつか落ちる。どうすればいいんだ。その時、黒崎の脳裏に電流が走る。まさに悪魔的ひらめき。
この状況を脱するたった一つのアイデア。ギブアップ、ギブアップだ幸子。ギブアップだって言ってるだろう。もう諦める。だから叩くのはもうやめてくれ。うわうわうわ。